沖縄楽しすぎてチート級に熱いベイトになるかベーコンになれ。てめえのコメントには返信しねえよバーカ。ベーコンにでもなっとけバカ。少数でもないぞ、お前は一人だ。照り焼きは母乳。聞いてる聞いてるってさ、ガーフよな。ディベートだと思ってんのかよこれは。バンするわ。でもマジでさ、ずーっと沖縄に行きたいって話してたらさ、めちゃめちゃブチ切れてくるやついるんちゃん。やってみるか。いやみんな沖縄ってどう？沖縄県民は切れていいぞ。毎日ツイッターでな、沖縄ってな、ブチ切れろ。沖縄チートとか言われたらな。でもおもろかったよ、そのツイッターでさ、トレンドになるわけじゃん、沖縄チートとか。うわめっちゃ荒れてるやん、ポチって押したらさ、ガチで沖縄楽しすぎてチート級に熱いみたいな、あの普通になんかギャルの写真が出てきて、まあそうよなってなった。お前も沖縄行ったらチート級に臭いだろ。どういうことだ。この暑い夏にデブが沖縄行ったら臭いでしょって意味。いやそりゃそうだろ、そりゃそうだろ、お前デブが汗かいたら臭いんだぞ。事実はもう何でもいいや。オッケー。なんか普通にトロールしていい？なんかムカついたわ。俺スパイクモデって言われるだけで俺ブチ切れんねん俺。トロールしていい？フッテンミリ単位のデブゲーパクんなよ。キョウちゃんって言ってあげてよ。でもねこの人ね、でもね俺の配信にずっとコメントしてんだよね。アイアン1を4人集めてフルパしてよ。ベイトになるかベーコンになれ。レイナキャリーで勝てそうでよかったね。そういや高木が買ってきたダルシム T シャツ着れたの。てめえのコメントには返信しねえよバーカ。てめえ自分の質問は返してくれるって都合いいと思ってんじゃねえぞカス。急に普通のコメントしやがって、気色悪いな。ベーコンにでもなっとけバカ。なんでこんなに反応大きいの。え、こいつさっきからなんか可愛いコメントしてきたから、割と名前覚えてんだぞっていう俺のネタがガチかわからんす。キラーはいくらでもいい。振ってミリ単位なんだな、わら。俺は前から普通のコメントしてんぞ、9。わあちょっとむず。コメントの最後に9がつくことによって何かメッセージ性があるんじゃないのかって思ってしまう。コメント欄見てみるじゃん。残り1秒。この多数派で安全圏から叩く。少数派だと思ってんのお前を。少数でもないぞ、お前は一人だぞ。じゃあ一番最初のコメントから読んでけよ。3試合連続負けだときついからここは勝ってほしい。ナムさん、フェイドと合わなかったね。2戦2敗。知らねえよ。3連覇はきついね。なんとか取りたいな。それな、噛み合わなさすぎて。でかいスクッター、ありけんまだあるよ。きついね、でも楽しそう。歯茎出ちゃう、わらわら。でも気持ちはわかる。いつからお前は変身したんだ。ほら普通のコメしてるやん。ん？どういうこと？ほら普通のコメしてるやん。ちょっと分からん。論点今どこ？家のケチャップとマヨネーズ混ぜたやつの方がいい。照り焼きはガキ。できるんだ。箱いつも邪魔だと思ってた。今度からそうするわ。照り焼きは母乳。気色悪いな、なんかコメントが。気をつけなな、過去コメ読まれるからな。恥ずかしい過去コメ読まれるからな、気をつけな。ごめんだけど全く気にしないわ。聞いてる。聞いてる。笑いが止まりませんわ。俺は知ってんだよ。気にしてない。あのネットってさ、気にしてないって言ったらもう負けよな。聞いてるってさ、もうガーフよな。お前は俺に弱みを見せる。聞いてないアピア聞いてることになるぞ。ネットは気をつける。最強ワードだからティア高いぞマジで。 S ティア、ザンギエフぐらい強い。聞いてるへのカウンターがない。いやそうなんだよ。聞いてるから、は聞いてねえよって言っても聞いてるし、あーはいはいとか言っても聞いてるってなるし、もう好きにしたらいいやん。2個。笑うのは健康によく。聞いてるめっちゃ聞いてる。顔文字まで使い出した。むっちゃ聞いてるわもうみんな。この時点でもうさ、コメント打つこと自体がもう必死ってなるやん。これでさ、コメントでどんだけ打とうがさ、悔しくてコメント書いてることになるじゃん。だからもう勝ち確よ。バンしないの優しいな。いやちょっとさすがに
禁じ手すぎる。禁じ手。そう、こっから何もチャットを打たないのが勝ちなんだよね、こいつに対しての勝ち筋は。でもそれを俺が言ったことによって、必死も何もありけんの配信だから何言うても勝ち目ないやん、勝ち確よ笑。わかる、気持ちはわかる、気持ちはわかる。でもお前勝とうとしてたやん、俺にめっちゃコメント打って、めっちゃ俺に勝とうとしてたやん。さっきのコメント思い返してみ、お前勝つ気やったやん。最初から負けますみたいな顔してるけど、全然勝とうとしてたやん。俺マジで配信者になってる。その55。俺マジで本当にアリケン最低だなって言葉は本当だと思う。ここ最近で一番生き生きしてる。いやちょっと久々にね、久々にこんな香ばしいやつが引っかかったからね、ちょっと楽しい、めっちゃ楽しいし、なんか可愛い、俺見てるみたいで可愛い。こいつ夏休み最高やな、やっぱ夏休みよ。照り焼きや母乳マジ好き。パワーワードだよな。どんな会話してたやろな俺はその時。やばい、また怒っちゃった。ごめんって、タイピング早くて草。強化戦周知、まあでもいいんじゃない。だこれが恥ずかしいっていうことがわからないのは幸せだよね、やっぱり。俺だったらもう恥ずかしくてコメント打たない、もうなかったことにするもん、一旦これを。一旦名前変えるな。なあ、そうやんな、俺も恥ずかしくてもうコメント打てないけど、俺もアリケ見てて恥ずかしいって思うことあるから、お互い様やね。勝とうとしてる、まだ。もうええって、もう長いって、ごめんって、バイバイ。じゃあ引き分けね、引き分けこれでいい、引き分けにしよう。ごめんな、お前の楽しい夏休みを面白くなくしてごめんな。だから戦うって何、俺らディベートしてただけやん。お前ディベートって戦うことだ、お前ディベートって戦うことだぞ。お前しかもこんなんをディベートって言ってんのか、お前ひろゆきっつかよ。敵、お前これうわ最後の最後で見えちゃった、こいつの。お前もう勝てねえよ、お前キッズじゃねえかよ。戦うって何、ただディベートしてただけ、ディベートだと思ってんのかよこれは。うわお前ショックだわ、その程度かよお前、マジかよ。もうお前無理だよ、お前もうこっからお前はもう勝てない、もうごめんな。もう今のでちょっとお前への興味がなくなったわ、バンするわ。やっぱこういう時はね、そのやっぱ人をバカにするのも頭が良くないといけないんだよ。でもちょっとさすがにちょっと俺と戦う権利はないかな、ちょっと。